ザ・フルート連載企画とってもデュエッツ第3回目の今回は隣のトトロよりネコバスです。テキストに従って進めていきたいと思います。まだテキストをお持ちでない方は楽器店またはアルソ出版のホームページよりお求めください。では早速進めていきたいと思います。この曲まずどんな曲だったか思い出してもらうためにもちょっと演奏してみたいと思います。では早速ピックアップ1から練習していきましょう。ここではベースライン、この曲の印象的なフレーズです。これを重点的に練習します。スタッカートは軽くなりすぎないように、そして、第5音にフラットがついている音、ブルーノートと言いますが、この音は強調して、ロックンロールのノリで演奏できるように何度も練習すると良いでしょう。今のフレーズに慣れたら、今のフレーズを全調練習していきましょう。音域によって、オクターブによって、スタッカートやアクセントの反応がそれぞれ違うので、確認しながら、細かく確認しながら練習するようにしましょう。次は今のフレーズを使って音階練習をしたいと思います。下の今のベースラインを譜面4に従って先に録音をします。そしてその上に音階で音を重ねていきますが、この音階は全てスタッカートで演奏します。注意することは特にブレスを設けない、音と音の間、スタッカートの音と音の間に細かく小さく息を吸って、苦しくならないように演奏できるように練習しましょう。このように全調で練習すると応用範囲がとても広がるので、ぜひ、難しいですが、練習してみてください。では次に、同じ旋律の2つの表情ということで、進めていきたいと思います。冒頭の元気な旋律、それに対して中間部の
ややエレガントな表情の旋律。どちらも同じ旋律なんですが、表情が違います。それを吹き分けられるように練習しましょう。冒頭の旋律は、それに対して中間部は、エレガントな表情です。今はピューモソで少しテンポを落として表情を変えましたが、これも同じテンポでも表情が変わるようにメトロノームをかけながら何度も表情を行ったり来たりして練習すると良いと思います。次は表情を一変する練習です。練習番号 C からのエレガントな表情に対して、練習番号 D からはまた冒頭の疾走する、元気なフレーズに戻ります。そこを、一気にガラリと表情が変わるように吹き分けをしましょう。注意することは、C の最後の小節、この全音符でクレッシェンドをしないように、ピューフォルテで D から急に表情が変わるように演奏しましょう。では次に正確な指使いについて練習していきたいと思います。この曲では24小節目と40小節目に駆け上がりの16分音符があります。何分テンポが速いので、指が転んでしまわないように、正確にゆっくりから丁寧に練習すると良いと思います。指使いの練習についてはタファネル・ゴーベールやさまざまな教則本の中で、いろいろな方法で、ね、リズム練習をしたりとか、さまざまな練習が書かれていると思うので、そちらを参考にしながら、今日はここの練習ならでは重ねて自分に重ねて練習する方法で、指使いを練習していきたいと思います。リピートがありますが、ここでは4回ずつ繰り返しで演奏したいと思います。この先もどんどんとつながりますが、任意の場所までということで、3度、4度、5度、6度、それぞれのハーモニーどんな風に重なってるのかっていうのも確認しながら練習してみると、また面白い練習ができるんではないかと思います。
このようにさまざまなアイディアで練習してみてください。では、最後にアンサンブルということで、自分に自分を重ねて楽しく猫バス演奏しましょう。今回は以上となります。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。